はい、マノチです。よろしくお願いします。プロスピ2015やっていきましょう。本日の動画は投球フォームによってどう成績が変わるのか見てみたいです。カッコオーバースロー、スリークォーター、サイドスロー、アンダースロー、はい、やっていきたいと思います。まず選手なんですけども、アニマル浜口作りました。我がチームには12人のアニマル浜口がいます。それぞれ先発適正、中継ぎ適正、クローザー適正がしっかりついた選手になっております。はい、で能力は全員一緒です。で、検証方法なんですけども、まあ、各投球フォームで、3回ずつ、オーペナー回しました。1年間、それの成績を、今からね喋っていきたいと思います。今回しているのがアンダースローですね。はい、まずオーバースローから、3年分ですね。まずチーム防御率 3.73、3.40、3.85、奪三振943、1023、931、被打率2割5分、2割4分5厘、2割5分9厘という結果になりました。主にチーム防御率、奪三振、被打率で、見ていきたいと思います。スリークォーター、チーム防御率 3.79、3.28、3.79、奪三振944、966、929、被打率2割5分6厘、2割4分4厘、2割5分。はい、サイドスロー、チーム防御率 3.27、3.66、3.53、奪三振956、985、943、被打率2割4分4厘、2割5分4厘、2割5分1厘。アンダースロー、アンダースローは2年分ですね。今これラスト1年分回してるんで、チーム防御率 3.88、3.47、奪三振977、984、被打率、2割5分5厘、2割4分9厘という結果になっております。まあ、もうこのラスト1年、もう見る前からまあ分かっているのは意味がないですね。投球フォームによって何かが変わるということはないと思います。まあ、たった3年分を、ね、回しただけですけども、もう誤差がないんですよね、ほぼほぼね。で、まあ、今ちょっとパパッと読んじゃったんですけども、最後のアンダースローの1年間の成績出たら、まとめて1画面に表示させたいと思います。あ、終わりましたね。はい、チーム防御率が 3.88、 奪三振960、被打率2割5分、はい、という感じの結果になりました。変わらないですね。バットグリップ位置の、コメントでいただいたリクエストだったんですけども、グリップ位置はなんとなしに、まあ、飾りかなって気はしてたけど、俺投球フォームは結構大きく変わるかなと思ってたんですよね。変わんなかったですね変わんなかったですね。見事にもどっこいどっこいの成績がただただ続いたという結果になりました。はい、いやこれさ、プロスピ2019結構細かく作っていそうな気はしてるんだよね、俺の中の予想だけどさ。変わってほしいですね、ここね、投球フォームによって。なんだろう、そのバッターによってサイドスローが苦手とかアンダースローが苦手とかっていうのもあるとは思うんですよ。今の2015って球種の得意不得意は設定はされてるけども、投球フォームってされてないじゃない。そこの設定とか入ってくれれば多分成績は大きく変わってくるような気がするんですよね。はい、という感じの結果になりました。どの投球フォームも一緒という結果ですね。はい、では、終わります。終わり、バイバイ。